1月7日本日誕生日の兄弟たちよ、刮目せよ。いいよ、お願いいたしますね。副隊長だけやっぱ向こう向いちゃってる。可愛いですね。バカバミフマス、よいしょ。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い一年になることを心より願っております。おめでとう。イエーイ。ブーレイ。ちょっと火薬が足りないから大丈夫かなと思います。今は簡単にこうやってやってます。お気づきの方いらっしゃると思いますが、どうもマグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやってまいりましょう。今日はですね、昨日からエリトラ取りに行こうかどうかすげえ悩んでたんですけども、今日取りに行くんだけど、それだけだとねやっぱりこう許さない、私の心が同じことばっかりこうやってることになってしまうので、ちょっとこう違う角度でね、ついでにエリトラを取りに行くみたいな、内容でいけたらいいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。よいしょ。今日の帽子、お、いいね、黒いね。今日はシックですね。黒色のマグロ帽子、黒いスイートピー、思いつけへんわ。黒何やってまいりましょう。本ネタへ突入したいと思います。ご覧ください。ってねー、これね、おそらくサムネイルにも使ってると思います。これを整理するという回の名目で、あのね、こちらからねこう順番にこう中身を補充していく。で、最終的に出てきたのがこいつ。ここで、あ、エルトラ足りないね、よし、じゃあエルトラ取りに行こっか的なノリでエルトラを取りに行く、そんな回となっております。はい、それではですね、まずこいつ、マグニーの光源箱ですね。ここを整理していきたいですね。まずちょっと並べ替えましょう。こんな感じですかね。はい、ご覧ください。こんな感じになりました。まあ、あの全部そこまでね本気で追加してない感じはしますけれども、こんだけあれば十分なので、とりあえず光源箱は OK。 続きまして、建材ボックスがちょっと雑な形になっちゃってるな。どうしようかな。いや、もうちょっとじゃあ整理しますね。 OK、 じゃあ、いきます。整理します。はい、できた。主にこの石を中心とし、丸石、ガラス、鉄ブロック、あとこの 3つですね、磨かれた系のね、安山岩、花崗岩、戦力岩って感じ。まあ納得はいってないんですけどね、まあ一つはこれでいいかなと思います。はい、建材ボックス OK。 続きまして、木材ボックス、これはずっと多くばっかり入っていたんですが、いきますよ。よいしょ、敵だ。ちょっと松の原木がちょっと足りませんでしたが、3種類の原木を入れてみました。木材にもたくさんの種類がございますからね、この3種類入れさせていただきました。よし、続きまして、はい、マグニーの飛翔位置ボックス、飛翔位置のロケット花火ですね。現在はエリトラがないからほとんど意味をなしておりませんが、ここをちょっと満タンにしておきたいと思います。はい、それでは参りましょう。あ、どうぞ。 OK、 満タンになりました。こんな感じちょっと火薬が足りないから大丈夫かなと思いましたけれども、なんとか満タンにすることができました。続きまして、この黄色食材ボックスですね、食料箱、ちょっと整理しましょう。じゃじゃん。主に焼き鳥を中心としたラインナップに変更してみました。金のリンゴなんと11個も入ってあります。それは便利ですね。はい、生マグロ入ってる。ここ生マグロ食わねえじゃねえかって話なんですけどね。はい、とりあえず入れさせておいてくださいませ。はい、続きまして、黒色エンパーボックス、これは一瞬でございます。はい、できましたすぐすぐすぐ、これ全部すぐに行われてるように思われますが、もうすでに一泊して、はい、エンパー OK。 続きまして、白きた。これも時間かかんぞ。これも結構隙間できちゃってます。まずご覧いただきたいんですが、水中呼吸が3つ、暗視が3つ、治療が3つ、透明化が3つで、着体化が3つの力のポーションで、体幹のスプラッシュがこんな感じになっておりまして、ここにですね、暗視がたくさん必要、水中呼吸もたくさん必要ということで、あと3つずつ追加して、この体幹のスプラッシュを2つ入れるみたいな感じにしたいと思います。お願いいたします。いきます。はい、できました。地味に待ってました、出来上がるのをねはい、出来上がりました、ありがとうございます。続きまして、黄緑色、これ攻撃ボックスですね。彼は減っておりませんから、そのままで OK。 続きまして、赤石ボックス、さあどうだ、追加すべきものは存在するのでしょうか。足りないと思ったものを引っ張り出して追加して帰ってきたいと思います。はい、ご覧ください。めっちゃ時間かけて、結局オブザーバーとドロッパーとレッドストーンランプと、リピーター、そしてコンパレーター、粘着ピストン、普通のピストン、レッドストーン、レッドストーン、トーチ全部
スタックにしておきました。続きまして、はい、ここがややこしいよね。何入れとこうかっていう、もうこれ十分じゃねえかみたいな話にもなってくるんでね。ビーコンを置く隙間を作る、あ、エンチャーテーブルがあるってことは本棚も入れとかなきゃいけないんじゃない、ここにね。チェーンのヘルメットなんでここ入ってんのってね。鉄ブロック持ってこいね。いきますよ。あー、よいしょ。はい、こう、今日のところはこんな感じかな。うん、なくなもある。オッケー。じゃあ次、希少サンボックス。これね、ごめんなさい、やりたいところなんだけど、あんまり需要がないことプラス火薬がないので今回はちょっと断念なので、ここはこれで OK。 ではこいつ最後です。ご覧ください。何かが足りないぞ。ちょっと並べてみよう。まず幸運のツルハシは1個でいいのでこれで大丈夫。シルクのツルハシの呼びが足りない。アンデッド斧の呼びが足りない。シャベルが2つとも足りない。エリトラがない、エリトラがない。あとブーツが1つない。では、この中のものをちょっととりあえず追加したいと思いますね。ちょっといくよ。あー、だいぶかかるだろうな。いやー、カットするともったいないな。せーの、よいしょ。はい、何も変わっておりません。一つ増えたのはただアンデッドの方の一つだけ。はい、他のものは現在進行中でございます。もう時間がかかりまくるんです。あー、エリトラも取りに行かないといけないし、あと実はね、一つちょっとやりたいなと思っていたことがございまして、ちょっと待ってくださいね。新しいマグチボックスを増やす。ちょっと待ってくれよ。何色がいいかな。色を今ね決めております。ピンク色がないか。ピンク色ないな。オッケー。じゃあピンク色一つ出して、新しい箱一つ出して、これナンバリング入ってるやつあるんで、これも関係ないんですよ。もう実はナンバリングも関係ないので、こうしてこの名前をね、マグニーの矢筒、てでーん、わかりますかね。矢をね入れたいの、まあ、そのまんまなんだけど、でさらにこの矢筒はピンク色に変更しまして、今からどうせまたエンド行って戦わないといけないわけだから、うん、ちょうどいいじゃん。矢筒、新しい矢筒完成いたしました。ありがとうございます。で、今からエンチャントして、その後エディトラを取りに行きたいと思います。収録時間すでに1時間8分。あと1時間はかかるだろ最低。これマジか。今日は2時間コース。何回目の夜だこれは。本当に何回俺はネタロストするとこんなにも大変だよということがね、また伝わったんじゃないかなと思います。毎回そんなこと言ってると思いますけれども。はい、OK かな。とりあえず皆さんエンド行きましょう。 GO! マグロ行きまーす。あー、来た。これもね、今は簡単にこうやってやってますけど、ほんと兄弟のアドバイスで、マグマダイブよくやるんだからマグニーはと、バックアップ取っとけばいいじゃないですかってアドバイスをいただいたからこそのこの余裕というか、本当にバックアップを取ってなかったりとか していたとするなら、もっともっと苦労していたと思うので、本当そのあたりいつもですけども、 何かにつけてもやっぱり兄弟には感謝ですね、いつも。じゃあね、エンチャレベル貯めて修繕したいと思います。しばらくお待ちください。ご覧ください、いきます。ででーん、ご覧ください、復旧が完了いたしました。あとはエリトラを2つここに並べれば、最強の状態を保てるわけでございますが、こればっかりは未だにここに2つ揃ったことはございません。1回ぐらい揃ったかな。今からまたエリトラ取りに行きたいと思います。皆様に退屈な動画にはならないように、なるべく余計なことは喋らず、2時間、これおそらく2時間半ぐらい収録かかると思いますが、なるべくカットしてお届けしたいと思っております。よろしくお願いいたします。それではね、私今からエリトラを取りに行きたいと思います。スーパーイリュージョンですね。地図を持って、新しい地図作る可能性があるので持って、で今から行くのがあそこね、で今いるのがここね、で地図を順番に並べていく。地図を持っていくのと、あと何かあったかな、必要なもの、装備だ。最強の装備したいので、それではここにエリトラが増えるというところをですね、ご覧いただきたい。この増えるまでに一体何分かかったのかっていうのも一応ざっくりとでね、やりたいと思います。いきます、エリトラ取ってきます。応援してね、みんな。いってきます、よー。あー、やだな、みんなに見てもらいたい。いくよ。見えてきた。
きた、見えてきた。ああ16時間、まもなく16時間、22時間。ああようやく。ああ傷、お気づきの方いらっしゃると思いますが、画角が変わっております。なんでか知ってますか？なるべく遠くのチャンクを読み込むために。さあ、すいません、次のシーンこそちゃんとシュルカーボックスを開けた瞬間にしたいと思います。皆様に喜びを伝えたかった、ただそれだけだ。はい、あらねえ、マジでか、エンドシップがねえよ。喜びもつかの間、皆様、ここにはエンドシップがありませんでした。あれどこ行った？あ、皆さんご覧ください。あ、一周浮いたチンピラことエンダーマンでした。あー、早く帰りて。ん、おついにか、来たー、皆さん来た。あー、すぐ近くにあった。地図見て、すぐ近くにあった。次こそウルトラゲットした箱の中へ行きたいと思います。えいっ。見て。なしてここにバナーが落ちてる。何があった上で。何の攻略もしてないぞ、まだこれからだぞ。さあ頑張ってきまーす。意外とこのフルスクリーンの画角が気に喋りすぎです。はい、ご覧ください。おかえりエリトラさん。なんなんだ最近は。めっちゃ撮りに行ってる気がする。近々本当に予備のエリトラ撮りに行くライブでもやろうかな。本当にマルチメンバーともそんな話してたんで、今日撮りに行ったエンドシティ、実はまだ攻略してないので、それもやんないといけないということで、これは何なの、この地図は。どこの地図なのこれは。謎だな、もうやだな。自分で置いたけど、もうどこの地図か分かんないって。ここ置いて次一番上なんだけど、あそこの今回まだね、実は攻略してないので、この地図よく分かんないからちょっと避けとくね。これはあそこだしからまだ攻略してないよ案件。覚えててね、みんなが覚えててね。もう俺忘れるからね。はい、というわけで、あー疲れたよマジで。今日黒の帽子ありがとうございました。エリトラ帰ってきた。まあ次の収録までにはちゃんとエンチャントもしてやっときたいと思います。通常モードにようやく戻れましたと。あざした。はい、お疲れ様です。兄弟通信参りましょうか。疲れた。何分今、ちょうど2時間10分ってとこですね。長い戦いだよ、ほんと長い戦い。はい、岩盤建築中心でヨロ70箱決定ですね。建築中心でいきたいと思います。よろしくお願いいたします。バグニー、もう少しで俺たち82年生まれ、男盛り36歳、犬年の出番だぜ。その通りだ。一緒に頑張ってまいりましょう。同級生ということだね。はい、結構黄金世代なんて言われてないですね。まあ犬年頑張っていきましょう。従順なところがね、売りでございます。ワンワン。落下地点に水流をつけたらいい感じにネザーに送れるのでは。攻撃力なくてすいません。まあ、確かにおっしゃる通りなんですが、これは別にね、押すのに別に苦労しないので問題ないです。ありがとうございます。ナイステイヤー。提案なんですが、端っこじゃなくて階段の方が。これはですね、ネザーのお話なんですけど、やはり階段をつけられないのでね。はい、岩盤がありますから。皆さんね、結構コメントでもありましたけど、水流使ってくださいってね。ネザーの中だってことをすっかり忘れてるんですよ、みんな。ネザーの中は水は蒸発しますからね。よろしくお願いいたします。しかも岩盤周りなので、あれ以上ピストンもつけられませんし、階段もつけられません。自然に彼らが登るのを待つしかありません。はい、ありがとうございます。
小田和夫、また次の動画でお会いいたしましょう。かわいい、これね、わかります？このスキン PUBG のスキンなんですよね。みおかさんが作ってくれたやつなんですけどね。これ、え、みおかさん、このスキンもちょうだい。このスキンもなんか PVP のやつ出るとき、これ着ていくわ、これ。すっげー上手なんだよね、作るのが。はい、今日の帽子、12月分じっくりご覧ください。一時停止して。マグクラ最高、犬ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。今年もよろしく、こちらこそよろしくお願いいたします。またね、僕よりすごい門松を作ってきた人が現れました。本ネタ明けましておめでとうございます顔のが中心に寄った僕みたいな、ね、それそれで面白いね。あざす、明けましておめでとうございます。これもすごく対策で、なんか奥行きがあってちゃんと斜めになっててみたいなね、なんかすごいですよね。ありがとうございます。はい、明日の予定、ようやく身の回りがかっちり固まったところで、そうっすね、岩盤の方行くか。岩盤の方だよな、今だったら岩盤がいいかな。新たにちょっと建築しに行きますか、じゃあ。はい、なんか検証があればするかもしれないです。どっちかですね。お願いいたします。では、ご祈願の方に参りたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は、お見苦しいところをお見せいたし、誠に申し訳ございません。結構多いな、最近。去年の年末からですね、こうやって誰かがエリトラなくしたりとか、僕はエリトラなくしたりとかっていうことがあって、結構こういうのが多かったと思いますけどもね、以後気をつけたいと思います。やっぱりライブでね、エリトラたくさん取りに行っておきたい。はい、それではマグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、明日の企画の成功を祈願いたしました。お疲れ様でございました。あー、では皆さん、今日はシックだね。やっぱり俺シックが結構普段から好きで、関係ないですけどね。また次の動画でお会いいたしましょう。よいしょ、どうこれにてパンパコンゲン、パンパクンギン、トンペトンペン、チョンプランピン、ほな。